はい、隠居5年目速稼塾の久保でございます。まあ今はねこういった隠居暮らしなんてふざけたことしてますけども、私もね30代の半ばから後半にかけて、まあ、2年間平和公園でホームレスをしていたんですよね。まあ、今回の松潤さんの動画なんですけども、私の思い出のね平和公園、平和記念像っていうところですか、こちらの方が話題に出ていました。そしてもう一つの思い出なんですけども、まあ、サッカー部にいたよってことがね、なんか松潤さんの口から初めて聞けたような気がしますね。で、私もね中学の頃なんですけども野球部にいて、そしてもう一つ学級運営をしていたんですよ。で、なんかね広島と長崎の姉妹都市かなんか、そういう、まあ、原爆の関係でですね、修学旅行の時にみんなで作った千羽鶴をこの長崎のね平和記念像にこう捧げるみたいな役割があったんですよね。そこでシュプレーヒコールをしながらこう平和の思いを新たにしたわけですけども、まあ、そういう思い出が一つありましたね。で、もう一つは野球部のことなんですけども、まあ、松潤さんはね3位になったみたいなことを大会の記録を話されてましたけども、私はそういうのはなくって、ただこうねバーンとねバッティング練習すると私の球って結構遠くまで飛ぶんですよね。だから結構ホームランバッターで俺いけんじゃないかなと思ってたんですけども、他のその学校のね野球部の練習を見た時に同じように飛ばすやついるんですよ、うん、だから私思ったんですよね。仮に自分の学校の野球部で1番だったとしても、このぐらいのやつは他の学校にもいるなと。じゃあ全国に何千校あるのかわからないけども、自分レベルの人間は1000人単位でいるなと思ったら、とてもそんなやつらと張り合えないなと思ってね、まあ、尻尾を巻いたわけなんですけどもね、うん、だからやっぱりね何か目指すものの挫折って自分から挫折しますよね、誰かに邪魔されるというよりも。まあ今回はねそんなことを思いながらの松潤散歩でございますけども、じゃあ実際にですね松潤さんのいる長崎ってのはどの辺なのか、画面を切り替えてちょっとこちらの方をご覧いただきたいんですけども、さあ広島がですね右側の方にちょこんとあります。で、赤いところに平和記念像っていうふうにね印がついてますんで、ここをどーっとクローズアップしていきますよ。平和記念像、うん、あこれですね、うん、平和記念像のあるいわゆる広島でいうと平和公園みたいなところはここなんですけども、今真ん中ですよね。平和の日とか平和の泉とか未来の世代を守る像とかで、ちょっとね左側に行くとスタジアム、野球場がありますよね。で、プールがあると、これもなんか広島に似てますよね。こういった平和公園の近くに、まあ、野球場がある。今ね、広島の市民球場はなくなってマツダスタジアムっていうちょっと移転したところにありますけどもね、ぐーっともっともっと行ってみましょうか、はい、なるほどね、こういう風になってるんですね。これストリートビュー見れないのかな、なんかストリートビューにならないですね、不思議と。なるのかな、なりませんね、残念ながらね。あの画像がね見れないかなと思ったんですけども、爆心地公園ってのがあるんですか、うん、なんかねなんででしょうね、いつものようにあの小人が見えてビューと真ん中に行けると思ったんですけども行けないですね、うん、行けないということですね。はい、よくわかりませんのでこの辺でキャンセルして、まあ今日の放送はこのぐらいにしとこうかなと思いますね。松潤さん、松潤散歩思い出話ありがとうございました。また思い出話に花咲かせましょう。